もうバトロは1回ぐらいやりたい。あー、バトロはやる？ジャパンバトロはやる。ジャパンバトロはやるか、オッケー。ジャパバト。近い人が生き残るみたいなことだよね。そうだね。死んだら多分感染あるはず。うん。感染。スタートオーケー。はい。ということで最後2本のバトロワで勝負です。1分半の間にやんのかこれ。どこ、これ、こういうの分かる。銀座やん。銀座、柳通り。終わった。東京分かんねー。東京駅付近っぽくない？あ、いや銀座か。これザ銀じゃね。銀座、日売銀座2丁目ビルですね。うわ、何店？銀座。なんか銀座わからないもんだ、俺。もったいない。あれ、銀座ってこの辺じゃなかったっけ？銀座5丁目。つまり、あ、3丁目。ここだ。どこ？東京？俺、ちょっと15秒しかないなと。やばい。なんか、適当。はい。東京すぎん？これ、スマイル死んだのか？松江出雲店。この辺だ。この辺のどっかなんだけど、085ということで、まあ多分南の方なんだろうなということが現状分かっているので、川本国道9号落ち。ちょっとね、青看板だと詰め切れないことこれありますよね。行く場所ミスったら終わり説あるね。終わったこれ。終わったね、これ。何県。島根県、太田。島根県。山陰ってどっちだっけ？あー、ちょっとやばい、これ。これやばいです。この辺か？岩見銀山だ。どこだっけ？あー、ちょ、島根。どこだっけ、岩見銀山って。文字が。なんか近いのね、なんか日本の真ん中とか行っときは、長屋とか行っときは、めっちゃこれ。いや、この出雲松江の間で行くか。おーっと、名古屋のシャー君が一番遠かった人から消えてくんだ。うわ、なんもない。よし、ユー、ユー。中道。うわ、北海道っぽい。なんか道幅がでけえ。本堂、あー、五稜郭公園とか言ってるから北海道だね。この辺だね。五稜郭がだから S 方向にあるから、北か、こっちの方か。この辺じゃね。五稜郭。いや、ちょっとわからんから、この辺で。あー、なんかあった。これ、遠山、五稜郭、函館だ。この辺、残り3人。これは日本っぽいですね。日本っぽいね。あ、なんかこれ3箇所させんだっけ、ピン。確かピンがね、2、3箇所させるんだよね、これ。それを忘れてたわ。多分みんな1ピンしかさしてないけど、本当は確かピンをいくつかさせるはずなんだよね。どこだ、ここ。お腹すいた。頭使ってお腹すいたよ、俺。和歌山バスの岩井でし。あった、この辺か。岩で、どこ。いや、どこ。なんて、適当に神奈川で。やばい、何もわからないぞ。やばい、無理だ。この辺。おおすげえ、これ仲間が近いね。和歌山なんだ。生きてんだ。俺対仲間かい。もう福知支部。あー、でも多分これ北信越だな。雪が降るエリアのあれの顔してるので、こっちなんじゃないのかなというところを一旦ピンを刺しておきつつ、ああ、復
福知市ってどこだ。富田。もう分かんねえから東京。勝ったー、やったー、ジュジュー。3個させるのピン、3個させる。でもその正確に刺せてるかとか、なんか生き残ってるかとかでピンが回復する量があって、その3個使っても2個しか回復しなかったら次2ピンしか刺せないみたいな感じ。あったわ。はいはいはい、なるほどね。プラス1みたいな。うん、でも俺もてかほぼ1ピンだけで戦ってた。だからあんま3ピンは使ってない。俺はもう一回強いね。もう一回やろう。早めに脱落した人たちが。すごいね。ピンを取った。ブルーク、めっちゃ遠いところで死んでる時は。そう、距離だから、とりあえず名古屋行った時はさ、救われる。ボトローだから一番ピリになんなきゃいいって話だよ。そう、確かにね。シャークもそれか。俺もさ、名古屋だもん、それ。名古屋刺しときゃ。ピリにはなんないだろう、呼びの名古屋。じゃあ、ミュート。ミュート。はい。はい、千葉って書いてない。千葉か。剣道さん千葉。野田市中野台。はい。松戸は千葉じゃないですか、これ。南に松戸があるみたいな感じですかね。あたご。あたご。あたごってどこだっけ？東京だよね。やるか。え、千葉？埼玉？どこだ？あたごって。おい、なんかやばい。やばい、なんか、やばい。ココスがあるね、ココスね。ココス今遊戯王コラボやってるからね。コナミの近くなんじゃないですか。野田ってこの辺？清水？俺の知ってる清水は静岡なんだけど。ここ置いとこ。もうやべ、もうほぼ富士山に置いちゃった。もう大丈夫ですから。早く読み込んでほしいですね。さすがに早く。この読み込む時間で変わるんだけど、刺しましょう。松戸、千葉ですね。この辺やね。え？下手くそおる。書いてあります。北海道大学。北海道大学ってさ、札幌にないの？どこだ？北海道大学。あー、読めない。うわー、どうしよう。青看板はさすがに読まないといけない。待つか。待ちます。あと1分しかないけど。北海道大学です。いや、わかんないから、札幌ど真ん中行っとき。北大ビジネス、北海道、札幌、なんかすごい、工業高等学校。いや、まあちょっと適当だけど。これはほら、もう北海道来た。もう札幌 OK だよな。北海道大学だ。ただ俺は北海道大学がどこにあるか知らん。多分札幌だろ。北大ビジネス、北海道大学ですかね。いや、北大どこ。これ 3点分立しないとダメ、もしかして。なんか うまいなくね。え、馬乗ってた。あ、やばい、旗。あ、札幌、あ、そんな札幌なんだ。まあまあ別に僕やってる気になれるし、これで。やってる気になれるし。あー、待って、ここに書いてない。ありそう。大竹市 is どこ？マジで。大竹あった！やばい、これ名古屋がこれ。これ名古屋か、俺。う。なんもねえ。ちょっと適当にしとく。やばい。わかんの？これみんな。山口県。まずいな。移動ゲーは本当に無理なのよ。今のところ勝ってるのは青看板がスタート地点にあるからっていうね。あ、でも、ああ、長くないから、これ長野あたりに結構刺しとくじゃん。あとはなんか九州にもゲスして、この辺もゲス。よし、3カ所ゲス来た。うわ、負けたー。むつ。え？むつ？むつはこの辺だよね。これ横浜って、横浜じゃない。横浜26キロ。青森県。これ横浜で横浜行くやつおるんちゃう？ああ、これか、279号線。横浜ある。
横浜まで26キロでしょ。で、NE 方向でしょ。この辺じゃない？恐れ山。横浜26キロ。え？ちょっと待って、どういうこと？恐れ山？横浜ってこれあの横浜ではない。これ騙されて横浜にいるやついるでしょ。多分。横浜26キロでしょ。とりあえず奥は。で、青森説があるんだよね。青森説があるから。怖いから一応置いとこうか。うわー。いやー、まあ。転戦しましたかね。横浜当てられなかったな。横浜なん、どの横浜あれ何わかんない。最初も横浜を押しかけたけど危なかった。あれ罠でしょ。罠だね、あれ完全に。東山ブリッジいっぱいある。そんな、何それ。高ぼっち。うわなんか見たことあるけど、紀州この辺適当。お、なんだ、高ぼっち高原ってなんだよ、お前。高ぼっち高原ってなんやねん、それ。なんか、塩関連で、この辺で適当に、もう一回消させろ。東山橋という情報が手に入りました。026、東北だね。塩尻市です。これ塩尻市見つけたら勝てんぞ。一旦この辺でゲスして圧だけかけとくか。松本？長野だ。この辺危な。うわあ！あ！合ってた。なんか勝った。じじ。ああ。危な。なんだ、高ぼっち高原ってなんだよ。高ぼっち高原だろ。横浜ってあるんだね。横浜いっぱいあるんだ。トラップだってあれは。スマイル横浜さしてるもん。一応さ、念のためにね。手落ち渋いよね、やっぱね。手落ちはね、まあ、バトルワードは渋いね。で、2個目、3個目見たときに、ああ、そこねってなるのめちゃめちゃ渋いわ。すげえ悲しい思いした。ありがとう。泣いたらね、お兄ちゃんたち付き合ってくれるかもしれないよ。ラストやらん？泣いたら、ね、ガチラスト。泣いたら、ね、ガチラスト。泣きの1回。日本でやる。泣きの1回、日本で。日本。じゃあ、これで、バトルロワイヤルいきます。はい。はい。十日町北北線。十日町。ちょっと待って、やばい。新潟、この辺、新潟。待って、時間ない。住吉って書いてあったかな。住吉もいっぱいあるからな。一旦大阪の住吉なわけないけど、言っとくか。あとは、ちらし寿司です。東部福帯。東華町。東華町。北北線。あ、ちょっと、やばい。絶対違うよ、これ。そうね、道路、でかい道路だと、まあ、当たり前にあの青い看板があるんだけど、こういう見逃したら死ぬっていう。京五福？京都かこれ。わかんねえけど。とりあえず。あばい。これ死んだかも。何？これ何書いてあったの？あ、郵便局は絶対なんかあるば。あるば。あるべ。うわ。十日町。どこ？十日町。何県？やばいってこれ。何県だよ。今回ガチでいきます。いや、いつもガチなんだけどさ、十日町市、川西、この辺、越後湯沢ら辺にあった気がすんだよな。あ、十日町じゃない？え、じゃない？俺ね、行ったことあるんよね、十日町。ここにね、レンガを捨てに行ったことがあるんよ。ドンピシャやん。金時は落ちた。文字ね。いや、家もね。色もね。わかんね。とりあえず一個出しとこう。二個目。まあもう鉄板やね。ほら。俺北海道っぽいです。石狩川水系。石狩川はこれじゃないですか。もうこの辺
真ん中らへん、この辺行くしかない。ありそうな、ありそうな、ありそうな、ありそうな。山田電機、今急に潰れた店。もう一行くと、え、一旦打とう、東北に。え、これ日本ヨーロッパじゃねこれ。あ、ある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 、北柏木町。ちょっと待って、ちょっと待って、やばいぞこれ。待って、これ一番遠いんじゃないの、一番遠いんじゃないの。北柏木町、クソ読めん。あ、まずい、あ、まずい、よあ、助かんのこれ。西宮宮、あーやだ、運で生き延びてきた。何県書いてほしいな。そうじゃないとおじさんわかんない、難しくて。西宮市、ここ西宮市はだってもうここじゃん。西宮市、ほう、兵庫か、ここら辺だっけ。あ、あったあった、あ、ここら辺しよう。西宮市、うわー、一旦、はい、チラシです。これ北も行っとこう。アップで、アップで、チラシ、チラシ。あ、西宮あった。あ、なるほどね。大阪なんだね。チラシ勝ちです、これ。チラシ勝ち。あの、エイムの差です、これが。さあ、仲結ばれる俺の3人の対決です。俺もう1位決まってますけどね、この時点で。ノープレッシャージオゲッサーもなかなか。ね、気持ちなもんだね、これね。同じこと言ってる。おつ。何を、ノープレッシャーって。別に、間違っていいじゃん。ああ、はいはいはい。ただ適当に。適当に、今これじゃない、みたいな。言ってるだけ。言ってるだけ上下。敗北者だな。敗北者はもう気持ちいいわ。スノーポールが立ってますね。これ走った方が良かったか。これはですね、ちょっとヤバみが深いかもしれない。まあ、3箇所詰めかな。1箇所刺しといて真ん中。ちょっとこれ分かんないわ、普通に。2。走れば分かるかな。走れば分かったっぽいな、これ。秋田県、秋田県。来た。もうこれでいい、これでいい、これでいい。秋田のなんかで国道でしょ、なんか適当にもう置いちゃおう。もうこれ贅沢に散歩出し、散歩出しします。しないと死ぬかもしれない。耐えて、耐えろ耐えろ、森に来てくれその看板を。うわー、いらねえ看板だった。あー、これ10キロ刺してこないと。チラシ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 、運勝ちしてくれ。あ、勝った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 。俺これで生き残っていいの本当に。俺推理してないけどね。新潟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 、モロタで、これは川尻、新潟川尻。分かんない、適当に刺す。いや、これ適当で勝てるのか、これ。果たして。福岡とかパー出てますね、スマイルドローの。秋田、秋田ですね。初手から G 見れるの助かる。宇佐美ってさ、あんの秋田に。とりあえず秋田に3本だし、もしかしてピン2個しかない、刺しすぎて。あと1個しか刺せない、どうしよう。いや、秋田の近めなのか、どこなんだこれ。秋田行っとくか、近め。もう3本使い切るしかない、これ。いい感じに、ちょっと都会っぽいところに。頼む。うわ、負けた。え、あれ苦手じゃない。え、勝った。え、勝ったんだけど。シャー君の勝ち。イエーイ、ジジイ、シャー君優勝。シャー君が優勝だ。マジで、俺優勝マジで。最後この二人が残るのも面白いよな。最後新潟張ってたの秋田って顔して。秋田ってどこにでも書いてあった。マジでマジでマジで全部の看板に秋田って書いてあった。マジで全部に秋田って書いてあった。これはガチよ。まさか鮭が1位を取るとは。ちょっとこれは意外かも。マジか。本人が一番びっくりしてますからね、これ。ということで、まあ、じゃあこんな感じですかね。はい、まあ、意外にも鮭とスマイルの対決を見ることができたという意味では、はいはい、まあ、最後、泣きの1回あってよかったんじゃないですか。確かに、ね、面白かった。ということで、はい、ジョゲッサーでした。